皆さんこんにちは、三河です。今回は接道義務についてお話したいと思います。43条1項、建築基準法の43条1項に、建築物の敷地は道路に2メーター以上接しなければならないという規定があります。全面道路ですね、全面道路に2メーター、接しないと、建築を建てることができないという法律です。それについて今回お話したいと思います。このようにですね、全面道路があって、で、こう敷地が全面にある場合はこれはもう建築不可になりますね。で、実際今建ってる場合はですね、再建不可になりますね。再建不可で、赤道といってですね、あぜ道ですね、昔のあぜ道、構図で赤く塗られてたから赤道って言いますね。あと青道っていうのは水路、あの水田の水路で、構図で青く塗られたから青道っていうんですけども、そういうのが間に入ってるともうここはもう遮断されてるということで、道路に接道していないとみなされます。なのでこれもダメですね。であと1メーターと 1.5 メーターってバラバラにある場合、足し算ができないということです。2メーターまとまってないと、接道義務違反になって建てられません。で、既存の建物、これは再建不可になります。なので不動産のチラシで、毎速でですね、再建不可って書かれてるやつはだいたいこれです。接道が取れてないということですね。で、このような場合微妙なんですけども、こう例えばこう袋地状の道路で、これ1メーター1メーターとなってる場合ですね。で、この場合はダメなんですね。1メーター足す1メーターにはならないと、最短距離で測らないといけませんということですね。で、こっちはどうかというと、4メーター未満の二項道路ですね。前回やった二項道路で、これはみなし道路で、ここが道路とみなされるということですね。42条二項道路はみなし道路で、実際は例えば3メーターしかないけど4メーターとみなすということですね。で、この場合は2メーターは OK となります。この場合は接道2メーターは OK となりますね。で、詳しくはですね、その地区の行政に聞くしかないですね。これが OK かどうか微妙な場合も聞くしかないんだけども、普通はこのように解釈されます。接道長さは接道部分が不整形な場合最短距離で測るということです。最短距離で測る。あと二項道路はこの2メーター今ないけども接道してるとみなしていいよということですね。で、このような旗地の場合ですね、まあ、旗の形をした旗地とか旗竿地とか路地上敷地って言いますね。この場合、ここの幅が2メーターあれば OK ですね。2メーターあれば OK と。この路地の幅が2メーターあれば OK と。で、ここにブロックが積んである場合ですね。ブロックが積んでるある場合でも、ブロックの内祈り、内の寸法ではなくて、この敷地境界から敷地境界の寸法で測っていいということです。で、こういうふうにぐねぐねしてる、これたまにありますけどね。ぐねぐねしてる場合、どの部分で測っても2メーター以上あれば OK ということですね。だからこの2メーターの円がこう転がっていって中に入っていければ OK ということです。で、こういうのはダメということですね。 1.5 入り口が 2.5 あってもここが 1.5 だったらダメということです。入り口隅切り、こっち側に隅切りすることが多いですね。こういうあの路地の形が多いんですけども、ここが 1.5 だったらダメということです。1.8 でもダメですね。 1.8、 1軒というのも多いんですけども、1軒もダメです。だ、若干あの許可される場合もありますけども、だいぶ手間のかかる許可が必要と。自宅を建てる場合、許可される場合ありますね。 1.8 だとそれでもちょっと厳しい、下手するとダメということですね。で、こういうここが2メーターであっても奥で1メーターだったらダメと、くびれていたらダメとことですね。一箇所でも2メーター切ったらダメだよということです。で、敷地境界から敷地境界で2メーター必要ということです。
でブロックのうちの理寸法ではなくて OK と。だから敷地境界敷地境界で2メーターということですね。でなんでこの旗地ができるかっていう仕組みですけども、こう長い奥に長い敷地でこうこのオーナーが死んだと、子供が2人いるという場合、これ分けて相続したいとなった場合ですね、こういうふうに分割するとここが接道できなくなって建物が建てられない、要するに土地の価値がなくなってしまう。そこでこうやるわけですね。2メーターの路地を作って、まあ旗竿の部分ですね、旗竿でこっち側に入りやすいようにこっち側に隅切りすると。なのでこっち側が多いんですよね、隅切り。こっち側は少ないというのはこっち人の土地だから、でこっち側に隅切りすることが多いですね。こういう形の、旗地が多いんですけども、これならば OK で接道ありで、この人も嬉しいということですね。で、開発される場合もあります。で、あ、これは位置指定道路の話ですね。大きい土地を買って割って、で小さい分譲地にして、分譲するというのはよくやられます。でこの場合奥は接道できないので道を通しますね。道、ただしこの場合まだこうやっただけだと通路のまんまですね。ただ通路のまんまで接道されてません。基準法上の道路ではないんですね、まだね。で基準法上の道路にするにはどうしたらいいかっていうと、まず4メーター以上取って、ここ2メーター2メーターの接道を取りますよね。でさらに位置指定というのをするわけです。してもらうわけです。ここの位置は道路ですよっていう位置の指定をしてもらうわけです。これ42条の1項5号道路です。いわゆる5号道路というやつで、道路台帳に記載されています。でこの道路が通路なのか基準法上の道路、位置指定道路なのかを調べるには道路台帳に記載されていますので、役所の道路課か、その辺に行って都市計画課とか道路課に行って、聞くと、分かりますね、これが。で番号は振られてますので、その番号もメモっておかないと確認申請に困ります。位置指定道路ですね。こうやって位置指定道路が作られると。接道されてないので接道し、させるようにこれをするわけです。その場合必ずここ2メーターは取りますね。こういう路地の奥で2メーター2メーターという敷地が非常に多いのは、こういう土地を開発して4つに割ってさらに通路を作ってここを位置指定して2メーター2メーターで全部で4メーターを取ることが多いから、これが非常に多くありますと。で、例外的なんですけども43条の2項、昔は43条正し書きって言いましたけども、今は2項って項を分けて、新しい基準法で項を分けてますね。で敷地の周りに空地がある場合ですね、空地がある場合は2メーター未満でも建築できるかもしれないことがあるということですね。それどういうルートでやるかというと、建築審査会の同意を得ます。これいろんな人を集めて建築審査会を役所が作ってやるわけですね。いろんな第三者を集めて、専門家ですね、集めてやると。このメンバーは外には分からないですよね。どういう人が集まっているのか分からない。あと特定行政庁の許可、これは区長さんとか市長さんとか、そういった建築指導課があるところの、一番偉い人がなりますけども、で同意があって許可があったら接道がやっと認められるということですね。要はここでこっちに逃げられるんで、ここが細くてもまあいいかということですね。ただこれ非常に難しいので、まあ、こういう土地だけあってこっちに公園があるからって言って、安いからって言って買ってダメな場合もありますんで、そういうのはやめた方がいいとは思いますね。あとこれも微妙な例で、河川管理用道路っていうのはこう、川があったら両側についてるんですね、小さい道路。でもそれが4メーターある場合もあるんです。普通の道路みたいな、見た目が道路みたいな、基準法上の道路みたいなものもあると。その場合どうするか、河川管理用道路で2メーター以上接道している場合、これ OK かどうかっていうと、これもちょっと微妙なんですけども、
さっきのものより若干、優しくてですね、認められることがあると、特定行政庁が認めれば OK ということですね。これもまあ微妙ですけども、実際これは割とよくやられてます。割とよくやられてますんで、これはこれで安い土地があった場合はまあ、買える可能性があるけども、この辺はよく調べた方がいいと思いますね。4メーター以上あるのか、2メーター以上接続されているのかとよく調べて、で、認められそうかどうかも調べてから買わないと、大失敗しますよね。で、まあ最後ですけども、建築物の敷地は道路に2メーター以上接続しなければ、接しなければならないということです。2メーター未満は再建不可です。再建不可ですね。これ43条の、定めになります。今日はあの接続義務についてお話しました。どうもありがとうございます。で、これ宣伝ですけども、最近あの基準法がだいぶ変わって、でようやくですね、ゼロから始める建築の風紀の入門が改訂版が出ましたので、今日お話した内容もこれに詳しく載っていますので、で、今日のイラストもこの中に書いてあって、その説明が書かれてますので、こちらも参考にしてください。下に貼っておきます。それではどうもありがとうございます。